ヘロンの噴水。中央のフラスコの水が噴水を経由して、下のフラスコに全て移動すると噴水は止まる。ヘロンの噴水は、一世紀頃の発明家、数学者、物理学者として知られているアレクサンドリアのヘロンが発明した水力装置。ヘロンは気圧や蒸気を研究し、世界初の蒸気機関などを記録に残している。ヘロンの噴水も同様なおもちゃであり。 水を吹き出させる。ヘロンの噴水を様々に変形させたものが、物理学の授業で、水圧や空気圧の原理を示す実演に使われている。ヘロンの噴水の作り方は、以下の通り。ヘロンの噴水一見すると、永久期間のように思えるが、そうではない。噴水の吹き出し口が細ければ数分間、吹き出し続けるが、最終的には必ず噴水が止まる。噴水は、 それぞれの水が溜まっている箇所の水位よりも高く噴き出すが全体として水は低い方へ流れ溜まっていく。水鉢から下に落ちる水の位置エネルギーが下の箱から上の箱に伸びるパイプの空気圧に変換され上の箱の水を水鉢の水位以上に押し上げる。噴水の高さは水鉢から下の箱までの高低差とほぼ同じになる。 最大限に効果を上げるには、上の箱を水鉢のすぐ下に配置し、下の箱はなるべく下に放すのが良い。上の箱の水位が低くなって、噴水をパイプに水が入らなくなると、噴水が止まる。再び噴水を吹き出させるには、下の箱の水をして、上の箱と水鉢を水で満たす必要がある。こうして、水を高い位置に戻すことで位置エネルギーを与えたことになる。 江戸時代にコンスト本店として作られた。ありがとうございます。